エンジニア、マーケター、デザイナーの案件探しなら DYM テック。希望の働き方に合わせてご案内します。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、ジャムです。はい、ヨです。今日は新しいゲスト、自己紹介お願いしていいですか。はじめまして、セールス大学っていう YouTube チャンネルやってます、大野です。よろしくお願いします。元プルデンシャル生命の秋山慎と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さんは以前出ていただいたプルデンシャルの何でしたっけ。あ、何でしたっけ。一応全国同期1位、はい、でもこの辺の世代の1番でした、はいはい、で、変な表現で申し訳ないんですけど、大野さんプルデンシャルですごかった人なんですよね、要は。で、その大野さんが超すげえ人連れてくるからって言って今日実現した企画だと。そうですね。ちなみに大野さんと飯田君はどっちがすごかったんですか。先輩、僕の方がすごかったですね。あ、じゃあ飯田君の先輩すごい、大野さんよりさらにすごいわけよね。これはすごいよ。大野さん、ナイキチャンネルとかね、この間ご一緒させていただいたりとかして、何度かお会いしていて、結論、支社長さんなんでしたっけ。はい、そうですね、はい、呼べますって言われても、支社長の役職の凄さがめちゃくちゃピンときてるわけじゃないっていうのが正直なところなんですよ。秋山さんが自分でそれを話すのもちょっとあれかと思うんで、ちょっと大野さん説明してくださいよ。支社長がどれだけの凄さなのかっていうのを、僕らちょっとこのままだと失礼な質問とかしたいです。いや、ほんとほんとほんと、最初にちゃんとやってみてください。お願いします。まず組織図としてはすごいシンプルで、フロントの営業がいます、そこを束ねてる営業所長っていうマネージャーがいます。そこを支社ごとに束ねてる支社長、この構図しかなくてですね、あともう上役員なんですよ。本部長から役員なので全部役員になっちゃうんですけど、今フロントが大体4000人ぐらいいるんですね、僕もやってたんですけど、ここのマネージャーっていう営業所長みたいな役職が大体600人ぐらい、全国に支社が今130ぐらいかな、40ぐらいですかね、ぐらいまでの中の1人なんですけど、大体その営業所長にまずなれるのが2割ぐらいで、ここは意外と比較的誰でもやれるんですよ。その上の支社長に上がれるってなったら結構上がれない、相当そのマネージャー時代に、所長の時にメンバーの生産性だったりとかクオリティがすごく良くないと、でかつその役員全員の前で面接とかするんですけど、それもクリアしないと。なので、それだけの人って僕多分絶対連れてこないんで、はい、じゃあ何がすごいかというと、その全国150弱ある支社の中で2021年2022年2年連続日本一です、はい、全国の支社のチャンピオンとか1位を2年連続取ってるっていう人を今日ちょっとお連れして。めちゃくちゃ保険を売れるっていう、売れる人たちを束ねてた人ですね。気づいたら保険に入っちゃってるぐらいの人たちを束ねてる人ですね。上本、来月から口座引き落とし始まってるから。始まってるから、やばいな。目が合うだけで保険に入っちゃうみたいな。支社長なり方とかも全部聞いていきたいですね。まあまあ、仕事内容も、年収チャンネル含め、今までプルデンシャルの人って山ほど出てるんですよ。キーエンス、野村証券、プルデンシャルはいい意味で表に立ちたい人がやっぱ多いんだろうなっていうイメージですよ、イメージ。その中で支社長クラスが出るのはおそらく史上初レベルなんじゃないかっていう話ですよね。確かにプルデンシャル役員が出てるのは多分見たことがない。そう、無理だ。役員の年収とか言って出てきたら面白いんですけど、YouTube に出ている情報の中ではプルデンシャルはもうここが最高峰ということで、安っぽい表現ですいません、紹介あくまで視聴者目線で、どうやってなれるのかと何してるかっていうところを話していただかないと、まだ一言もほぼ喋られてない。これが支社長かっていう。そうそう、ドンと構えてる。まず支社長へのなり方でいうと、ちょっと段階経てお話すると、プルデンシャルって入社した時点では全員同じライフプランナーっていう、まあ平たく言うと保険の営業マン、ここからスタートします。大きく分けて2つのコースがあって、実際にお客様に販売した保険の件数だったり、どれぐらい保険が継続してるか、それでトップセールスマンを目指していく、このセールスマンコースと、もう一つが我々が経験したように営業マンとして入ってますが、ある一定の基準を達成すると、先ほど大野さんが話してたように試験を受けてパスをすると、まず営業所長っていう職位、要はマネジメントコースというものですね。ここはちょっとプルデンシャルが変わってるというか面白いところなんですけど、自分で働きたいメンバーをヘッドハンティングして、各業界から自分でスコーンとこう抜いてきて、で営業所を作っていくっていう、だんだん営業所が拡大していくと、今全国で600弱ぐらい営業所がある中で、毎年上位 1% がセレクションされるんで、だいたい5人から6人、これも一緒に受けた支社長試験というのがあって、これにだいたい合格できるのは 50% ぐらいなんで、3名から4名ぐらいが支社を出せるっていう、このマネジメント構想のトップが支社長。支社って店舗みたいな話なんですか。あ、そうですね、店舗の中にじゃ営業所が何個か入ってるみたいな、たらこでこう入るっていう、支社を新しく出すっていう感覚なんですか、はい、それこそ秋山支社みたいな。そうです、のを作る。資源礼金とかは会社が持っていただくんで、どっちかというとフランチャイズに近くて、これをゼロスタートの支社開設っていうんですけど、さっき言った資金礼金とかを持つ代わりに、ゼロベースで自分たちで営業所長を、スカウトマンを立てて、自分たちでゼロから営業社員を
採用して自分たちで育ててくださいねと、うん、そして組織を作っていってくださいねって、うん、である一定の期間までにそれができなかったらエグジットっていうようにへーって言って転勤になるっていういっぱい見てきました、ね、まあ、大体エグジット期間は15ヶ月から18ヶ月ぐらいですね、いっぱい見てきて、それは支社長の話です、支社長の話、立ち上げでうまくいかないとどっか行ったとかっていう、行った人は何するんですか、行った人またそこで支社長職やります、支社長も細かく言うと2つのコースになってて、ゼロスタートって言ってさっき言った営業社員0人から新規で店舗出店していくっていうコースと、すでに完成されている支社に赴任していくみたいな支社長のコースが2つあって、はいはい、私はそのゼロから開拓していくっていう、すごくチャレンジャブルで最悪15ヶ月ぐらいでエクジットされるプランそれで全部人も自分たちを集めないといけないんですよね、そうですね、まずゼロスタートをやるにあたって営業所長っていうのを最低3名以上ジョインできないとゼロスタートっていう権限がそもそも与えられないんで、自動的に赴任コースになります、ゼロスタートで始めるときに例えば大野さんみたいな方をうちの社で一緒にやろうぜっていう話で引っ張ってくる、ここも細かいことで言うと、自分が採用した営業社員を基本的に連れていくっていうことが条件なんですよ、全く他の支社のところに一緒に支社出そうぜっていうのはこれは基本的にはダメだっていう、取られた側は確かにそうね、限界になっちゃうんですよね、確かに確かに、じゃあもう脈々とずっと DNA を受け継がせるみたいな感じで、でも営業所長やってる時に採用した人を新しく支社長をやる時に連れていくってことですよね、基本的にはそれです、もともとの支社長からしたら面白くないですよね、よくそこ気づきます、素晴らしいです、のれん分けにインセンティブが発生するような仕組みも実はあるんで、なるほど、のれん分けさせた大元の支社長にちゃんとボーナスが入るような仕組みもちゃんとあるんで、悪い話ではない、なるほど、もともと秋山さんにもここに支社長がいたわけなんですね、はい、じゃあ秋山さんがうまくいったらその支社長もちょっと売り上げになるみたいな仕組みだから応援してくれると、はい、それで立ち上げをして何人ぐらい営業所長、最初ついてきてくれた営業所長は4名で、4名、今振り返ると2年半で僕退職をしたので、うん、約28ヶ月で24名採用したので、うん、はいはい、ほぼ毎月採用があったっ、はいはい、営業所長を、営業所長を4名立てて、はい、その営業所長のメンバーが簡単に言うといい人いましたって言って僕にこう連れてくるんです、はいはいはい、新卒採用取れないんで全員中途採用で、はい、要はどこかの会社で勤めてた、まあ、いい人と呼ばれるようないい大学出てたりとか、うん、コミュニケーション能力があったりとか営業で数字出してた人たちが僕の目の前に来て、はい、ずっと口説くっていう作業をするんで、だいたい1年間で1社あたり平均で5名から6名の採用数、これがだいたい生き残れる生存率、なるほど、それはじゃあ店舗も新しく借りたってことですか、あ、そうですね、私の場合東銀座でプルデンシャル生命が本当敷金礼金全て持っていただいて、物気の空の場所をセットしていただいて、最低限の机と椅子があって、あとは僕が出店する支度金みたいな形ですから、ね、ちょっと名目違うかもしれないですけど、50万ぐらい支給されるんで、プロジェクター買ったりとか冷蔵庫買ったりとかあとはやっててくれっていう、それで2年連続1位っていうのはどういうことですか、何で支社長の数字ランキングが決まってるのかっていう、うんうんうん、ほぼ現場の営業の平均生産性です、生産性って何ですか、生産性っていうのは、まあ、結局一人頭平均するとどれぐらい売りましたか、じゃあ売り上げと思ってみていいですか、でもまあ売り上げは人数多ければ有利だから、あ、ってことですね、そうですね、そう、かつ若い子がどれだけ売ったかがちょっと数字に反映されたりするんですよ、うんうん、例えばずっとやってて何億も稼いでる人がいたらそれだけで勝っちゃったりする可能性も出てくるじゃないですか、はいはいはい、プルデンシャル流の評価の仕方があるんですね、そうです、若い方々にとか新入社員用の方々に売ってもらうっていうことがすごくやっぱり大事なので、そこはやっぱり評価項目に入れてるっていう、なるほど、うん、それで1位だったと、立ち上げた年にもういきなり全国1位になっちゃって、どういう出来事ですか、なんかその立ち上げてすぐ1位になるとか生産性が高いところはまだいいんですけど、次の年も1位なんで、でこれ結構僕がすごいなと思ったのは、フルデンシャルって大体入社してきた人の最初のそのなんか社長杯みたいなのがあってですね、うん、そこに入賞でき続けてると大体年収は2000から2500ぐらいに、で大体上位2割ぐらいに入ってるかなっていう感じなんですけど、自己採用メンバーの8割がそこに該当してるそれは目利きがあったプラス育成力もあったからそれができるってこと、そこがまたちょっとすごくて、ちょっとそれをご本人からどうデータドリブンしたのかみたいなところとかちょっと聞きたいです、ライフプランナーとして入社した時は当時のプルデンシャルって一流企業一流大学これを採用してドーンとこう売っていくっていう、入社時期が一緒ぐらいなんで、本さんどちらかというともう本当にピカピカな一流企業から来て一流大学で出て、もう最初からドーンと売れるっていう、で僕はそんなにプレイヤーとしては大したことなくて、さっきの社長杯で言うと大野さんとピラミッドの頂点ではスーパーゴールドプライズってやつで、要は階層が分かれててスーパーゴールドプライズ、ゴールドプライズ、シルバープライズ、スーパーブロンズプライズ、ブロンズプライズですよね、で僕はシルバープライズって、まあ真ん中のプライズがどう頑張ってもここぐらいだなって思った時に、自分一人だとトップ取れないから仲間を集めて
トップを取っていこうっていう、そこで僕はマネージャーの道に早々と大野さんよりも早く、そこから仲間集めに入って、うん、彼らが売るようなこうピカピカな、もう本当にグーの根も出ないような論理的に販売する方法は我々では難しいだろうなっていうのがあったんで、ちょっと言い方あれなんですけど、まずはお客さんから共感をいただけるよねっていうような比較的こう扱いやすいような保険からだけど大事なもの、そこから売り始めるっていう、こちら側のスーパープレイヤーよりはどっちかっていうと売りやすい方法で、二流企業二流大学って言ったらあれなんですけど、一流企業を迎えしたいって言ってきてくれる子をタッグを組んで売り上げをドンと上げてったって。なるほど、リベンジャーズですね。もうすごいな、はい、今のキャリアで本当に大丈夫ですか。ビジネス戦闘力を上げて生涯年収を高めよう。年収エージェントでまずは無料面談。そういう利益率が低い売りやすい商品みたいなあったりするんですか。まさに高級レストランで一流の振る舞いをして高単価なものっていうのを、もちろんプルデンシャル攻めてオーダーメイドでできるんで、そういうものを狙ってってもいいんですけど、我々ちょっとそっちはできないよなと。だったら例えばダイソーさんとかファーストフードさんがやってるような、我々が足を動かして、だからすごくちょっとやってると昭和な顧客の集め方なんですけど、薄利多売戦略で手軽な保険をたくさんの人にっていうような売り方で、ただその手軽ラインもじゃあ掛け金を下げればいいっていうわけじゃなくて、最低限このラインでこういう商品でお客さんの共感を持っていこうっていう、それが我々のビジョンであり、これが顧客に対しての貢献だっていうようなキャッチコピーで押し出していったっていう感じです。それが営業所長時代。そうですね、結局営業所長時代にやってきたことが認められて、じゃああなたに支社を出します、拡大してってねっていう、はい、じゃあ支社になってからも同じようにそういうコンセプトでやってらっしゃったんですか。基本はそうですね。それはやっぱ多倍だから売れたのか、一回アカウント開くと結局なんやかんやいいものも買ってくれるみたいな感じだったのかで、保険は入り口が難しいじゃないですか、うん、ライフステージってちょこちょこ変わってくるんで、はい、例えば結婚したりとかお子さん生まれたりとか引っ越したりとか、うん、転職して収入が上がったりとか、うん、その時にもう相談してもらえてパーフェクトプランが提案できるようにしとけばいいってことで言うと、一番最初のやっておくべきのはハードルを下げて、まずはお客さんに迎え入れてもらって、うん、やっぱり金融機関なんでイメージとしては口座を開いてもらって、うん、一番ファーストの保険を買ってもらうっていう。なるほど。なんかそれってプルデンシャルの長い歴史で誰もそのやり方にトライしてきてなかったなんですか。結構思い浮かぶっちゃ思い浮かぶじゃないですか。よっぽど大野さんがキラキラピカピカエリートで超高利益率商材だけ売ってたのか。いやいやいや、高利益率っていうか高単価の商品が実際に役に立つ顧客層もアッパー層では必ずあるんですけど、やっぱりフルコミッションなんで、その人たちにたどり着くまでに自分の報酬がもう下がってって辞めざるを得ないみたいな子もいるし、よくも悪くもタイトルが先ほど言った社長杯っていうコンベンションで、そういうこうヒエラルキーみたいなのがつけられるんで、はぐれた場合だと正直言ってどんだけ言ってもブロンズプライズかちょっと上のスーパーブロンズプライズっていうところ以上にも上がらないんですね基本的に。これが嫌だっていう、年間で400人から500人に販売できるんだったら話は別ですけどってなっちゃうんで、そういう意味でやりたくない、もっと最初からこう高単価のアッパーマーケットに行って、そこで実際に仕事をするんだっていう人はたくさんいるんですけど、できるのはほんの一部ですね。はいはいはい。だからスーパーブロンズでもいいやって言ってそこに真摯に取り組み続ける人が今まであんまいなかったっていうことなんですね。そこをこう集めたのが秋山さんのこう強み、うん、そうですね、社長杯のきらびやかな世界でハンカチかじって端っこで悔しがってる連中を束ねてたのは僕ですとはいえ全体の 20% 以内に入ってますからね。いや、そうそうなんですよ、ね、2の国は2に入ってますから。とはいえ今までは同期で1位ですみたいな人たちの集まりみたいな、支社が大体1位をこう取っちゃってたんですよ、はいはい、富裕層一本釣りをしまくれるその方がやっぱ今まではスポットライトは浴びせたわけですね。でも浴びやすかったのはある、うん、ですね。去年社内革命起きたんじゃないですか。いや、すごかった。結構衝撃で走ったじゃないですか。僕も本当に2年間の秋山さんの動きはめちゃくちゃすごかったと思います、ね、規模はさ全く違うけど、俺らのさコンサルとかの販売をしてる人じゃなくて末端のライティングとか売ってるやつがランキング1位になったりとかするなんでなんかあるのかもしれない。そういうやつだってプライドないんでめっちゃ動いたりする。あ、いいですよね。我々の支社はどっちかというと、うん、本当さっき言った一流企業一流大学出身じゃないんで、プライドそんなになくて動き回って役に立つことに必死っていう、どっちかというと泥臭い。大野さんが九州大学ですね。はい、大学院で。秋元さんはどっちですか。国士舘大学の体育学部なんで。ゴリゴリのサッカー部です。確かにめちゃめちゃ体育会系ですね、はい、じゃあちょっとそれぞれの時の年収推移聞いてみたいんですけど、まずプレイヤー時代、僕プレイヤー1年半だったんで報酬も、うん、
そんなに上がらずに、しかも2年間ってプレイヤーは天井が決まってるんで、うん、1500万ぐらいですかね。そうかもしれない。ただ僕らはちょっとだけいいボーナスがあったんで、ね、あ、そうですね、はい、ここが天井 で僕営業所長、さっきのスカウトマンをして4年間で12名スカウトして、12名の営業所を切り盛りしてて、ただこれも営業所長のスタートって最初月額給で45万からスタートするんですね、はい、え、一気に下がりませんか。はい、下がります。プレイヤーの時の所得がなくなるんですか。基本的にはなくなります。なんかで聞いたんですけど、マネージャーにあえてだから行きたくない人多いって言いますよね。そうですね、初年度は本当に住民税の支払いとか諸々の支払いで悪戦苦闘することになります。その道を耐えないと、そもそもマネージャーコースを進めないんで、みんなしょうがないよねっていう、はいはいはい、それ45に下がり、でそこからどうなるんですか。だいたい年間で3名ずつぐらい採用していったので、簡単に言うとこの3人がちゃんと売上が立ってくれば1000万ずつぐらい上がっていく計算ですね。だから4年目の支社長にならないかみたいな時の手前がだいたい3800万から、まあ、4000万狙えるかな、どうかな、でも支社長の試験受けて受かったし、よし、じゃあまあ支社出してみるかっていう。営業所長時代はそのスカウトしてきたメンバーの売り上げで決まってくるんですか、はい、それしかないです。それしかないです。それしかないです。そこの45万はまあ一旦じゃあ置いて、超えると、超えるとそれ消えてしまいます。オンじゃなくてインクルードなんで、ね、インクルードじゃない。完全にそこも出来高制になると。あ、そうです。じゃあ採用めっちゃ大事ですね。めちゃくちゃ大事。会社も上手で、そういう風にやっとけばみんな頑張って見つけてくるだろうって。そうですよね。まあアメリカナイズ、でもアメリカナイズっていうかアメリカの会社なんで。あ、ご自身で売るってことはしないわけですよね。してもいいです。実際にした分の収入にもなります、うん、ただ営業マンの時にもらっていたボーナスは受け取れます。実際に販売したインセンティブのみです。なるほど。それで営業所長時代に1800万が1回月45万に下がり、そこから1000万ずつ上がり、3800万ぐらいまで、はいはい、いきますと。なるほど。それで支社長になるわけですね。はい、これもプルデンシャルあるあるというか外資系セファーあるあるだと思うんですけど、支社長になる手前の営業所長の収入もこれまた高いんですよね、うん、なのでこのまま営業所長でやっていればもっと上がるし、支社長にならない人もいます。そうですね。今のお話だと3800万、はい、4000万近くが、うん、まあ、またこう営業所増えていくと、そうです、ね、もうずっとこうなんですもんね。単純計算で3人ずっと毎年取れるような、そんな凄腕営業所長がいれば、うん、ずっと1000万ずつ鋳造していくわけなんで、最高や。最高やないですか。まあ、もちろんね、辞めたりとかもあると思いますけど、うん、マネージャーの最高、僕実は会社の本社に問い合わせて聞いたことあって7000万って言ってました。僕が多分ね 4,5 位に入ってました。僕マックス6000、うん、営業所長時代、それでええやないですかっていう、うん、そうっす、うん、なんですけど優秀だからね、社長になりたかった。社長にそれなるのは本社から言われるんですか。本社から、そう、さっき言ったトップ 1% に入った人間にメールが来るんですよ。大野さんも入ってたんですけど、それを受けるか受けないかを自分のところの支社長と話すんですよ、ね、そうです。行ってきなよっていう支社長もいれば、当然その営業所長がいなくなると、うん、さっき言った営業所長が支社長になって自分のところの営業所員を今度営業所長として連れてかれちゃうんで、うん、バコって支社から 4,5 人がいなくなっちゃうんで、そう、優秀な人材の持ってかれちゃう。いて、もうちょっと営業所長やったらっていう人も中にはいる。なるほど、なるほど。それがさっきの話ですよね。要は抜けた時のインセンティブ多少ないと応援してくれないってことですよね、はい、でも一応そこでお話しされて社長になったと、はい、そしたらでも今の話だとまたバクッと年収下がりそうですよね。支社長になる前はまず半年間支社長見習いみたいな機会があって、うんうんうん、本社社員付けでいろんな支社に勉強に行かせてもらって、本部長補佐っていう役職だったかな、うんうん、この期間は半年間は月額給100万円です。高いのか知らない、もうよくわかんなくなって、わかんなくなってきたな。もともとだから300ちょいだったのが100だから住民税で飛んじゃう金額ですよね、うん、住民税の補填もちゃんと会社は負担してくれたんで、その辺はやっぱありがたいなと思います。実質100万以上じゃないですか。じゃあそうですね、一時金でちゃんと出してくれるんで。あ、そうなんだ、はい、消費税とかもねありましたよね。それが一番しんどいじゃないですか、だって年収下がって。でも、でもそうしないとやっぱならないじゃないですか。社長、そうですね、そこの補填をしてあげないと、うん、そこまでしないとやっぱ優秀な営業所長って支社長になりたがらないし、うん、先ほど言ってリスクが大きすぎるんで、うんうんうん、15ヶ月18ヶ月でいきなりエグジットされてってなると、それやりたくないよってなっちゃうんで。その代わり大きな果実があるから支社長にチャレンジしようって思うわけですよね。そうですね。だから変な話、営業所長だと一定限界があるからこそ支社長に行くわけですよね。はい、その練習ちょっとだいぶじらされてる感じ。1年目は固定給が、これが支社長の場合110万、これでスタートするんで、うん、平均は1支社あたり1年間で5人ぐらいだと、うん、
かな、はいはい、この110万のバーって10人採用しても超えないんで、うん、僕の場合1年かかるかかかんないかぐらい、2年目ぐらいからちゃんと外れ出して、うん、2年目の年収が2700万ぐらいです、うん、あ、営業所長の時の方が高かった、高いです、うん、え、言うて2年しかやってないからってことですよね。そうですね。あと10年やったら青天井で伸びていくってことですよね、うんうん、だけど辞めちゃったと。そうですね。ああ、もったいな。ただ2年、はい、2年半だったんで3年目をもう迎えてたんで、今年が9月退社なんですけど、9月退社時点でも3300ぐらいあったん でこのまま10、11、12、この3ヶ月を含めるとだいたい4400万、3分の4したら4400万、はい、じゃ営業所長ベースを超えたっていうことですね。そうですね。おめでとうございます。安心しました。支社長になるメリットは、営業所長の人たちがこういっぱいスカウトしてきてくれるから、よりこう規模の経済働くみたいな、うん、あ、素晴らしい。その通りですね。面談数も増えますし、1人採用してきたら今まで1000万だったのが、営業所長が採用してくるから1人300万と500万上がるみたいな、その代わり数が増えるみたいな意味ですか、うん、あ、そうですね、うん、一番でかい支社長で、確かにでもそうですね。どんなもんなんですか。多分僕がいた時の支社長が日本1位を4連覇とか5連覇とかしてる支社長で、もう今役員やってますけど、当時で2億超えたって言ってましたね。そうですね。桁が違え、はい、でもなんか役員になったらまた下がりそうっすね。役員はもう全然低いと思います、はいはい、全然上がって下がってるの繰り返し、また住民税の苦しみです、はい、役員になったらガンって下がる、うん、なるほど。だからどこまで器広くチャレンジしていくかっていう戦いなんですね、うんうん、そうですね、うん、でも僕らがちょうど支社長のお達しが来た時に、今はもうちょっとひょっとしたら下がってるかもしれないですけど、営業のみんなの平均年収が1800とか言ってたんですよ、うん、でマネージャーの年収が2000ぐらいって言ってて、支社長の平均年収5000万って言ってたんですよ、その時100何人の、うん、はいはいはい、そう、いやでもそんな日本一になってて、そんなね言って3年目でやっと4000かみたいなところじゃないですか、うん、何があるかというと引き継ぎがあるんですよ。でかい支社を持ってた支社長とかが引退したりしていくと、そのでかい支社残るじゃないですか、大体、うん、優秀な人に引き継がせるんですよ、はいはい、そうするとドンって入ってくるようになるんで、結構超美味しいですね、はい、それ、まあ、それをパカって2つに分けて半分もらうとかもあるし、うん、それで結構ボリュームがどんどんできる。パカッと分ける時とか引き継ぎっていうのは、直系の中の営業所長から選ばれるみたいな感じなんですか。別の支社がどんどん、別の社長が社長とかちゃう。だから秋山さんが辞める時は、秋山さんの売り上げどっかの社長につけたってことですよね。まあそうなりますね、うん、ただ僕がのいた支社はもう本当にリアルタイムで言うと赴任してきてるんで、支社長は、うん、はい、赴任してきてる場合は固定給なんで。そうかそうか。じゃあその人はまた110万からスタートみたいな。まあそのイメージです、うん、さっきのエグジットダメだった場合、飛ばされて支社長にどっかでなるってあったじゃないですか。それって何のポジションなんですか。どっかの抜けたところの穴埋めでいくみたいな感じなんですか。そうですね、抜けたところの穴埋めなんで、はい、もう赴任支社長の扱いで最初はもう月額給110万です。運よくそこめっちゃいいとこだったら、うん、結構熱いですよね。そうそうそう、伸びてきます。それはさすがにその人の手柄っていう見方をしてくれます。あ、そうなんですね。だから赴任して最初の月額110万円の、まあ、1年半の期間で一生懸命再建ですよね、企業再建みたいな形で支社を立て直すために頑張る。なるほど。仕組みがやっと全貌が分かった、ね、ようやく長かったね、うん、最後その営業マンをそんだけ目利きができたっていうところで、目利きのコツだったりとか、中長期で売れる営業マンどういう人がいいのかって、まあ、いろんな項目あると思うんですけど、うん、秋山さん流の目利きを教えてほしいです。一番分かりやすいのは、うん、僕のせいですけど体育会系なんですね、うん、なんでかっていうと成功体験持ってるんで、別に文化系というか受験戦争に勝ったっていうのでもいいですし、はい、やっぱり成功体験がすごく大事 で、うん、でその成功体験をなんで成功できたかっていうところまでちゃんと分かっている。ここでちゃんとこの成功体験を実際に実践していきますって、うん、要は成功するためには、成功するまでのタイムラグ、うまくいかない期間があって、この時にちゃんと試行錯誤できる行動力があって、で実際にうまく行き出したらそれをちゃんと元に反復をするその習慣みたいのがあって、面接とかでとか面談しててそういう成功体験を持ってるな、何かに成功したことあるなっていうのだと大体うまくいくし、もう一つだけ言うと、あまり目先の利益に飛びつかない人、僕らの先ほど言った戦略だと薄利多売って言ったらあれですけど、例えばお客様で言うと月額で言うと3万円でも4万円でもすごいプルデンシャルいいからお金を払いたいですって言われたとしても、いや今年は1万円2万円にしましょうって、実際にインセンティブで考えたら確かに3万円4万円
4万円5万円6万円販売した方がインセンティブ大きいけど、うん、いや一旦この人のためには1万円2万円だよねっていう、うん、こういう目先の利益にバッと飛びつかずにちゃんと次のことを考えてあげられる人っていうのは、うん、前職でそういうのは成果出してたりするんで、前職で1年目の成果を生かして2年目で出した成果何ですかとかって聞くと、もう1年目から仕込んでて2年目話し合いでこんな案件を実はもう実現できましたみたいなことを言う子もいるんで、なるほど、これ成功体験と長期的な視点を持ってる人っていうのはうまくいくかなっていうイメージですね。分かりました。ということでプルデンシャル社長秋山さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。フリーランス向けオンラインサロン運営中、ビジネスマンは年収エージェントで転職、ウェブマーケプログラミング動画編集のスクール運営中、概要欄をご覧ください。